足で腰を踏みます、はい、どうですか？気持ちいいです。はい、今かかとですか？はい、かかとです。いいですね初めてやったんですけど、はい、意外になんかこのハマりがいいです。こう押せてる感がすごいあった。手でやるより楽ですね、やっぱ足の方がね。はい、押されてる感もあるんで。そうですよ、ここでもう体重乗っけてるんでしっかり入ります、ね、全体重ですからね。そうなんですよ、これでまあ一応40キロ入るんでこれが気持ちいいです。良かったです。腰がね、すごい辛かったですからね、今日ね、はい、ちょうどお辛い場所ですもんね、このちょっと、はい、横を聞きますかね。聞いてますか？聞いてます。はい、多分的にも面白いんですよ結構アクロバティックなんで。あ、今のここがいいですね。これいいですか？ここがいいですね。ここがいい。だいぶ入ってますね。だいぶ入ってる。しっかり入ってる感が。ここ疲れるとこなんで。疲れますよね。わかります。これ最初全体取ってるから。そうですね、全体的に押してるんで、はい、はい、指でとね、引きつれ感が出やすいですよね。そうですね。ああ、気持ちいいよかったです。これ一番の今日の満足じゃないですか、もしかしてそう、いいですね。よかったです。前回あんまり丹野さんを満足させられなかったので、リベンジだったんで。だいぶ響いてます。良かったです。もうちょい上ですかね、この辺とかですかね。ちょっと違います。ちょっとずれちゃいました。あ、その辺ここ、はい、嫌な感じですかね。いや、大丈夫です。大丈夫。この辺は気持ちいいですね。気持ちいいですね。これはもう結構やり慣れてるんで。あ、そうなんですか。はい、これはすごい前からよくやってます。へえ。これはやったことないですよ痛いって言われそうですね、はい、サンモさんだったら片足でこういう感じで十分なんじゃないですかね。こういう、だからやっぱ怖くてできないですね確かに折れたらどうしようって。確かに、なんかちょっと弱い方だとね、はい、危ないですよね。危ないですねこんなもんで踏むやつは一旦切ってください。はい、これからも頑張っていきます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録が
まだの方はチャンネル登録をお願いいたします。丹野さんの方もはい、お願いします、はい、チャンネル登録を、はい、気になった方はしてください。あとこの動画がいいと思った方はグッドボタンをお願いします。グッド評価をよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ありがとうございました。 See you.